皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、大型ランキング続きの方行きましょう。 A ランクから S ランクになります。それではねやっていきましょうか。まず A ランク早速もう話していきましょう。 A ランクやっていきます。 A ランク1キャラ目は今回強化されたミノタウロス。 HP が上がってめちゃめちゃ使いやすくなり、まだね残ってる、まあ、ゴーレムの残党がいますんで、残党とか言ってね、ゴーレムボコボコにできます。もちろんゴレガもボコれます。あもう出てきたらカモです。で他の大型もね対マンは勝てるんで、はい、ただ大型になるべく切りたいですよね。すごい強いですけどこのキャラ、正面からね殴れればいいですけど、爆文字とかそういうなんか支援斜め当てで一方的に狩られちゃう場合があるんで、そうなるとすごいもったいないじゃないですか。なので大型に当てたい。キメラガールとかね横当てされちゃったりとかねしますから、そうじゃない正面から当てたい。なのでこのキャラね、はい、 A ランクで、まあ、止まりかなと。A プラス、悩んだけど、まあ、A かなって感じでいきました。はい、続いていきます。A ランク。クイーン B。はい、クイーン B ですね。まあ、このキャラなんか前回加工されてなんか麻痺がどうこう、うんぬんかんなみたいなのありましたけど、まあ、使い方別に変わってないです。はい、変わってません。そして、未だに強いです。全然頑張ってくれます。ただ、圧倒的最強っていうわけではないです。そもそも、前回の加砲される前から最強ではなかったですもん。なんか環境的に別にクイーンじゃなくてもよくないっていう感じがしました。はい。ただまあ、全然ポテンシャルは高いですよ。なんだろう、最強じゃないっていうの場合は S ランクじゃないっていうことなんで、ただ A ランクでも全然強いですからね。A ランクって S ランク倒せますから。はい。というわけで、今回このキャラは A ランクでまあ、いいんじゃないかなっていう感じです。固定してもいいし、なんならこのキャラ裏引きでも強いですね。はい。それでは行きましょう。続いての A ランクはサンコスキャラですね。パピヨン。はい。このキャラはスキルに発生保証があり、サンコスで召喚できる大型なのに、ほとんどの大型と対マンで相打ち以上持ってけちゃうんですよ。これがめちゃめちゃいい。サンコスしか使ってないのに相打ち持ってけるってめちゃめちゃでかいんですよね。しかも発生保証があるから、スキルさえちゃんと打ってくれるならば、やべえ、スキル打てねえ、やられたー、毒の粉発動したけど、お、発生保証で倒しきってる、相打ちだわってことができるんですよ。これサンコスで。めちゃめちゃ使いやすいです。なので A でいいでしょうと。しかももう一個いい評価があって、まあ、マルチなら、まず回復無効阻害できる。まあ、ソロでもね、有効な、その回復無効阻害が、有効な場合もあるんですけど、はい。何よりも、フォアガにアンチ持ってるんですよ。フォアガってやっぱ一方的に戦えてね、すごい強いシーンあると思うんですけど、そのフォアガをね、ボコボコンできるんで、そこも高評価かなと思います。はい。続いていきましょう。なんと出世しました、青い竜、ブルドラゴン。このキャラも A ランクかなと思います。ブラックドラゴンが、まあ、A- でブルドラが A。ここね、ちょっと差別化したかったんですよね。まあ、どっちも同じぐらい強いけど、個人的にはブルドラの方が好きだなって思って今回ブルドラ A にしました。まあ、ゼウスは間違いなく重いんですけど、今回の強化で結構いろいろやれるんですよね。はい。めちゃめちゃ使いやすくなってます。なんかね、スキルの、召喚時のスキルのなんか移動速度が遅くなってダメージがね、通りやすくなったりとか、なんかいろいろとありましたね。HP が上がっただけ。まあ、なんかいろいろその他もろもろありまして、かなり使いやすくなったのかなと思います。ブルドラゴン。とりあえず A ランク。はい。では続いての A ランクいきます。なんと上がってきました A ランク。トレントガール。前回の強化で、今回の強化で、まずね、この種まきが、今までね、2個までしか出せなかったんですよ。これがね、1回で3個まで出せるようになったんですよね。もちろん2個になる場合もあるんですけど、3個出せる場合が出てくると。この3個がやばいっす。3個出したら1回目の投石するだけで、もう3個分一気に攻撃してくれるから、今までとほぼ変わらないような火力をね、もう1回目からすぐ投げれるんですよ。スキル1発目から。これがめちゃめちゃでかいんですよね。なんかもう火力が、前のね、本当に何倍わかんないけど、セクペの数字は確率だからね、結局は、スキルのね。とにかく強くなりました。そしてね、後退するじゃないですか。後ろに下がる。それが、めちゃめちゃしやすくなって、死にづらくなって、前よりも圧倒的に使いやすくなってるんですよ。本当にこれがいい。例えばですよ。例えば、トレントガール、剣士が流れてきてます。その剣士の正面にわざとトレントガールを切って、前にいるキャラに攻撃を当てるんですよ。剣士に当てないで。剣士には殴られる。でも剣士の火力低いから全然死なないじゃないですか。で、トレントガールが殴り終わった、あ、前行っちゃわない剣士目の前でからバックしまーす。また後ろから始まりまーすってできるんですよね。のができたりとか、まあそれが別に多く相手でもできるんですけど、そういうね、テクニックがあることが前よりもできるようになりました。かなり使いやすくなりました。前よりも圧倒的に足元の敵にも、反応して下がってくれるようになったんで、死にづらくなり火力を出し続けやすくなり、とてもいいです。
でね、さらに前の強化ではね、なんか HP 上がったんだっけとか、まあいろいろあったので、まあ使いやすくなったかなと思います。トレンドガール。はい、続いていきます。ゴーレムガール。このキャラも A かなと思います。まあゴーレムよりちょい上でいいんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱね、吹っ飛ばすってのはでかいですね。もうほぼ、即死級じゃないですか、吹っ飛ばすって。ゴーレムじゃ吹っ飛ばせなかったものをグラグラでなんとかカバーしたわけなんですけど、まあグラグラがほぼ効かなくなって、ゴレガなら吹っ飛ばせるよと。うん。個人的にはゴーレムガールとゴーレム、まあ同じぐらいの性能かなとは思ってるんですけど、まあゴレガの方が、どうなんだろう。いや、まあいいんじゃないの今なら。どうだろう。まあ同じぐらいだけどっていう感じで、結局ゴーレムガールを A にしてゴーレムを A マイナスにしました。まあこれね、本当にどっちでもいいと思います。どっちも同じぐらいです、正直。同じぐらいなんですけど、今回はとりあえずゴーレムガールを A にしました。ゴーレムが A マイナスの理由って本当にもうミノに弱いのがきつすぎですね。ミノに弱いがもう本当にきつい。ミノに弱くなかったら多分今の性能でも A 以上ありました。A プラスとか。多分ありました。はい。ミノに弱いがマジできついです。続いていきます。A ランク、ブラドラガール。このキャラも A にしました。ブラドラガールズを A マイナスにしてブラドラガールを A にしました。はい。まあこれね、どっちでもよかったんですけど、正直。どっちも同じ A でもよかったんですけど、やっぱブラドラガールがいいところって、まあブラドラガールズよりはね、大型に与えるダメージそんなに高でかくないですけど、なんだろう。例えば他のキャラ、まあちょっと問いづらいんですけど、じゃあヘッジホック出されましたとか、アマゾネス合わせられましたとか引っ張られてとか、まあいろんなパターンがあると思うんですけど、それをね、スキルで無効化できるんですよね。一回でポンって潰して。めちゃめちゃでかいんですよ。ヘッジホック飛んできちゃわない。ロックンロールで潰すみたいな。これがめちゃめちゃでかい。生き残りやすい。カバーしなくていい。っていうのもあって、ブラドラがある。まあ、ただね、大型戦で出すには、ちょっと火力不足してるよね。倒しきれないよねっていう部分もあるんで、中型戦の方が優秀なんですよね。まあ、そこら辺も全部含めて、全部何でもできるわけではないので、A ランク。たまに大型通用してくれますけど、まあ A ランクでいいんじゃないかなと思います。はい。それではね、A プラス行きましょう。A プラスランクはこちら。ゼウス。ゼウスが A プラスになります。はい。このキャラすごい強くなりました。めちゃめちゃ使いやすいです。射程アップの恩恵って本当にでかいんだなと改めて思いました。射程アップイコール偉大です。はい。このキャラ、ドラゴン全部に強く、ソラキャラにも強く、サンコス全部に強く、もう、なんだろう。ダメなところがないです。このキャラがちょっときついなって思うことがあるとすれば、まあ、サタンガールにね、正面当てられてポコポコンサージャードールと、あとミノガールに一方取られて、もうゴリゴリにやられちゃったりとか、まあ、キメラガールに瞬殺されたりとか、そこら辺はね、まあ、きついんですけど、まあ、そのしょうがないじゃないですか。ゼウスじゃなくてもやられるんですよ、その。ただ、その中でもゼウスはやれることが多い。はい。はい、先出しもできる。後出しもできる。何でもできる。ゼウスは安定かなと思います。このキャラは A プラス。続いていきましょう、A プラス。はい。赤いドラゴンですね。レッドドラゴン、A プラスに持ってきました。結局使いやすいっすよ。やっぱ安定感あるなと思いました。はい。まあ、ちょっとサタンガールのね、スロー効果とか、ピクシードラゴンのカウンターとかね、苦手なものはいろいろあるんですけど、そこら辺もね、うまいことタイミングを合わせて出してあげられれば、レッドドラゴンでもしっかり倒せますし、コストガチがやっぱでかいっすよね。あとやっぱそのブルードが流行ってる環境で泡を一瞬で壊せるっていうところ、そこも高評価ですし、もうめちゃめちゃ使いやすいです。このキャラ固定して後悔はしないかな、絶対に。うん。なんか安定感あります、いつでも。っていう褒められるところがたくさんあるところ。ただ、間違いなく最強格ではないし、壊れてるところとかないんですよね。このキャラが壊れてるよって言えるほど強い部分があるとすれば、スキルの灼熱が発動すれば半端なく強い。ただね、半端なく強いスキルがゆえ、発動率めちゃめちゃ低いんで。うん。いや、うまく調整してますよ。ピクシードラゴンのね、召喚時のカゴと合わせると、スキル打ちまくってぶっ壊れ系なんですけど、7コスダブルじゃないですか。重いんですよ。とか、そこら辺も含めた結果、まあ、いい調整だよねっていう感じがします。はい。レッドドラゴンです。A プラス。続いていきます、A プラス。サイクロガール。これはね、もう、アビさんとか、金バッジ以上とかを、全部加味した上での評価かなと思ってます。正直ね、ただの裏引きバッジなしとかを引くんだったら、まあ、A ないし、A マイナスかなと思うんですけど、もともとね、長い射程を、まあ、長くして、さらに使いやすくなりました。ただ、ゼウスほどの変化はないです。はい。ゼウスほどの変化はないと思ってます。でも、使いやすくなってます、間違いなく。間違いなく。耐久値もね、だいぶ整ってきて、死にづらくなって、一方も取りやすくなって、で、なんかね、スキル発動率上がってないんだけど、上がってるんじゃないかって錯覚するような、
あの、噂がね、流れてますんで、そこら辺のね、噂もちょっと加味してあげて、A クラスに持ってきました。まあ悪くないんじゃないかなと思います。最強ではないかな、個人的には。たまに荒ぶるよ。めちゃめちゃやってくれる。けど、打たないとき本当に何もしないから、ちょっと怖いよね。っていう部分もあって A クラス。はい、続いていきまーす。キメラガール。今回の強化でめちゃめちゃ期待してるキャラです。このキャラ A プラス。正直ね、このキャラ S にしようかなと思いました。ただ、冷静に考え直しました。S でもいいけど、どうなんだろうって。キメラガール。って思って、何度も何度もフリーやったんですよ。いや、確かに強いけど、S ではないかなって思いました。まあ、ブルードがもしいなくなったら S かもしれないけど、ブルードがいる現状で S はないなって改めて思いました。はい。なのでこのキャラも A プラスです。はい、続いて A プラスいきます。フォアドラガール。このキャラも A プラスになります。まあ変わらず安定した、まあ、素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれるキャラにはね、流行っているキャラたち一歩を取れます。やってくれます。安定感あります。支援大型、迷ったらフォアドラガールでいいんじゃないかなと思えるほど。まあ安定した、大型です。光栄大型。はい。特に言うことないです。A プラスです。はい。それではね、ここから S ランクやっていきたいと思います。ラスト S ランク3キャラやっていきましょう。ピクシードラゴン。もう、強い。強い。スキル、精鋭の箱の火だめ弦がやばすぎる。カウンターの火力がやばすぎる。もう、強いしか言えん、このキャラ。本当にやばい。すごい。もうアンチ関係無視して破壊したしね、ネットドラゴンとか。もうとにかく強いです、このキャラは。S ランクで異論ないでしょって思います。はい。続いていきます。サタンガール。はい。強いっすね、このキャラも。結局スローが最強だよ。で、今回キメラガールを A プラスにして S にしなかった理由の一つにサタンガールがいるんですよ。キメラガールってボルテージどんどん強くなっていくじゃないですか。ただサタンガールのスローが入っちゃうとボルテージするまでが遅くなっちゃうから、強化される前にサタンガールプラスアマゾネス姿の中で一瞬で吹っ飛ばされちゃうんですよね、ボルテージ式内で。冥府のもう発動されたんですけど、それがマジできつくて、結果倒しきれないよねって思って、キメラガールじゃサタンガールが強すぎてって。なので S と A プラスの格付けが決まりました。はい。それではラストいきましょう。ラストはこちら、また復権ミノガール。はい、このキャラがね S に返り咲きました。間違いなく S なんかと思います。今回のねぐるぐる投げスキル火力アップ、まあ、確かにねスキル火力アップする前のミノガールはちょっと微妙だった節あります。火力足りないよねと、クールタイムがね増加されて火力出しづらくてちょっと使いづらいなっていう部分間違いなくありました。でも今回の強化でミノガールめちゃめちゃ強くなりました。めちゃめちゃ強いし、ブルード流行ってるじゃないですか。ブルードボコれるんですよ。でどれぐらいの耐久値かわかんないですけど、結構ね、スキル1回でワンパンできるんですよ、これ。それがエグい。ガチでエグい。ワンパンはエグい。大型の削り方もやばいしね。なんかブラドラとかなんか進行してる時に4割5割ぐらい削った記憶があるんですよね。やばいでしょ、それみたいな。1回で。4割やったかな、しょうがないけど。とにかく火力がめちゃめちゃ上がってます。リーダーでもサブでも強いです。ぐるぐる投げ銃でも今回のね、強化の影響で、ものすごい強いです。安定してます。はい。このキャラ S ランク。そう思いました。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。これにてね、大型ランキングの方終わりたいと思います。今回早かったですね。A から S ランクの大型ランキングの方やっていきました。参考になれば幸いです。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。